はい、こんにちは。来ましたね、最新話。今回は最新367話考察ということで、いろいろと深掘っていこうと思います。いやー、一番起きてほしくなかった展開です。ネタバレあるので、本誌一読の上見てくださいね。それでは行きましょう。島の異変に気づいたダナンは、体の不調を表に出しながら石泥たちにこう話します。壊れてしまう、すべて危険です。溢れ出てくる地の底から次々と、明らかに危険な状態です。最後のコマでグリフィスの足元から現れる存在は、いつも出てくるような隠れ用の存在とは違い、シール家が呼び出した闇の精霊に似ています。この地に住むクリフォトの存在たちなんでしょうか。地下にはドワーフたちが住むクリフォトに近い世界がありますからね。エルフヘルムの地下深くに眠っていた何かが、グリフィスの来訪によってうつよと隠れ用の均衡が崩れ、溢れ出てきたのでしょうか。島の崩壊にしても規模がでかすぎるし、天変地異と言ってもいいほどの災害。グリフィスは世界掃除の力を抑える役割のある霊樹の森を、これまで幾度にわたり消し去ってきました。エルフヘルムの森は、その全ての霊樹の森の中心のように思います。この妖精郷、島の名前はスケリグ島と言われていますよね。これはアイルランドにあるシケリック・ビヒルという島が元になってるんじゃないでしょうか。この島は紀元588年に標高218メートルの島の山頂付近に、ケルト人により修道院が建てられたという説があり、その後1500年頃には聖地として巡礼の地となりました。また2015年に公開された映画「スター・ウォーズ・フォースの覚醒」以降、スター・ウォーズシリーズでもルーク・スカイウォーカーが隠棲していた島という設定で撮影地とされています。ブレセルクでエルフヘルムに向かう旅が始まったのも2015年頃でしたから、 SF 好きの三浦先生が影響を受けたのかもしれません。その線から考えても、このスケリグ島がレイジュの森の大元と考えてもいいのではないでしょうか。実際に島の中央には象徴たる巨大レイジュ、桜の木が鎮座しています。グリフィスは満月の時が終わり、いざ酔いの月夜となって月下の少年から姿を変え現れましたが、彼は訪れるべくしてこの島に訪れたんでしょうか。それとも因果の流れなのか。正直、この島を壊さないでくれって感情が先行してしまうんですが、落ち着いて考察を続けていきます。前話の最後、世界掃除の枝を通ってエルフヘルムに現れ、ガッツを強襲したぞ。彼の攻撃を避ける間、ガッツが来いって念じてるんですよね。これなんでしょうね。ガッツは強戦士の甲冑の力を解放したいが出せず、それを引き出すための自己暗示的なものにも見えます。彼の中にある何かがそれを止めている。前回の考察ではキャスカを守るという意志が強戦士化を抑えているのではないかと考察しましたが、今回の描写を見ると強戦士化しようにもなれないように見て取れます。憎しみに体を委ねたいガッツではあるが、長い旅の中で薄まったグリフィスへの執着、そして寸前に垣間見たグリフィスの涙、それらがガッツの無意識に働きかけているせいで、負の感情をエネルギーとする強戦士の甲冑がうまく起動しない。ガッツの顔に獣の眼差しが描かれている描写からも、何かしら負の感情を引き出そうとしている感じはします。グリフィスはこのガッツの中の獣の存在を気にしている描写もあるので、これこそがガッツがグリフィスに対抗しうる唯一の力なのかもしれません。キャスカの方へ向かったグリフィスに全力で剣を振ったガッツでしたが、ギリギリで剣を止めます。グリフィスに止められたようにも見えますが、でもあの勢いの剣を間一髪で止めるのは至難の技で、普通なら横に外して振り下ろすと思うんですよ。その後のコマ、キャスカを守るグリフィス、そして戸惑うガッツ、
あの構造を作りたかったゆえの演出のようにも思います。剣を振り下ろす直前、ガッツの目がキャスカを捉えていますので、僕は前者のガッツの意思で止めたのだと思います。グリフィスの意識を失ったキャスカに優しく手を差し伸べるという予想外の行動を見たガッツは激しく動揺する。地割れが起き、大地は裂け始める。グリフィスはキャスカを抱き上げ、エルフヘルムから出ようとしているようにも見えます。剣の丘の再開から考えてみても、この後グリフィスがゾットに乗ってガッツを置き去りにして飛んでいく。明らかに寄せていますからね。そしてここで問題になるのがキャスカです。グリフィスはキャスカをこのままファルコーニアに連れて行きそうですよね。ガッツに彼女を返しそうにいないし、何よりもキャスカってグリフィスにとっては手を離したくない重要な存在です。満月の夜になると月下の少年となり、母親であるキャスカのもとへ足を運んでいた事実に今まで気づいていなかったグリフィス。その事実を知った今、グリフィスからしたら手元に置いておきたいと思う心情は予想できます。月下の少年はグリフィスにとって人間的な感情の唯一の残りがであり、ゴッドハンドとなり人知を超えた力を手にした彼にとってはただ一つの弱点ともなりうる花のような存在です。高みを目指し飛び続ける、そんな誇り高いグリフィスからしたら、キャスカの愛情に触れることで人の温かみを感じ、人間味がまた戻ってくるこの感覚は足かせのようなもの。逆にこの足かせさえ自分のコントロール下に置いてしまえば、グリフィスは悠々と自らの展望を達成していくことができる。グリフィスが最も切りたかったもの、それはまさに人間性でした。闇の力を手に入れたグリフィスとは対照的に、月下の少年は光や愛といったポジティブなイメージがあります。グリフィスが自分の中にあるその側面をどう対処していくのか、これが今後の鍵となる重要なポイントとなることでしょう。何でも欲しいものは手に入れる、これがグリフィスのもともとの性格でした。しかしまあ当然そんなことはガッツが許さない。こうなると必然的にガッツは再度グリフィスと向かい合わなければいけないことになり、パルコニアに行く必要も出てくる。ガッツはまたキャスカを奪われてしまうのか。せっかく記憶を取り戻し、ガッツを思い出したキャスカを、いやー辛すぎる。ゴッドハンドであるグリフィスのエルフヘルムへの来訪、それに続くゾットの登場や巨大霊樹の弱体化、大地震による地割れなど、妖精島内で劇的な展開が急速に進む中、あの重要人物もそろそろ現れるんじゃないでしょうか。そう、ドクロの騎士。桜の姫巫女が眠る霊廟でも霊樹に危機が訪れた今となっては跡形もなく潰れている恐れがある。ドクロの騎士は不吉なことを先読みする力があるので、誰よりも先に何らかの手をすでに打っている可能性はありますよね。実際彼は霊廟での描写を最後に姿を現していません。そして何よりも彼の宿敵であるゴッドハンド、グリフィスを目前に切りかかるタイミングを見計らってるんじゃないでしょうか。対グリフィスに通用する攻撃として、前回のガッツの呪具とも化したドラゴン殺しでダメなら、もう残るは呼び水の剣しかないんですよね。ただこれがガニシカの時同様、グリフィスの予定調和の一部だったら最悪です。ドクロの騎士、毎回因果に抗うように見えても因果の流れの一部になっちゃってますからね。このエージュの森最後の要エルフヘルムで呼び水の剣を振ったら、
正直グリフィスの思惑通りになってしまいそうで怖いのですが、その予定調和に波紋を作ることのできるであろうガッツがいるので期待したいところです。少なくとも次の話ぐらいにはドクロの騎士の動向も明かされることでしょう。いや頼むぞおっさん。正直劇的な展開の連続でいろいろついていけません。このどうなってしまうんだという感情をとどめて考察するってのが難しいですね。次のベルセルクの掲載は8月12日、1ヶ月以上も空くんですけど、その間に落ち着いて考察を深めていきたいですね。ちなみに前回の動画のコメントで妖精島の時間の流れが外界と違うことで、ガッツたちが妖精島にいる間にビッケルトたちはかなり成長していると思っているってコメントいただいたんですが、これすごい面白い考察だと思いました。この間にもビッケルトたちにとっては数年の時が流れており、武器や技術の研究が進んでいたり、プシャーンの隠れ里に残る歴史の研究で過去の紐解きが行われていたり、いやー面白い。グリフィス不在のファルコニアはどうなるって思いもありますが、まあ彼は世界掃除もあるし時間軸にあんまり縛られなさそうなので、とりあえず置いておきましょう。これからも気づいたことや感想、独自の考察などコメントをしてもらえると嬉しいです。妄想も大歓迎ですので、皆さんの考えも教えてくださいね。それではご視聴ありがとうございました。